坂本です。今回はウォーキングや必死になって運動を頑張るよりも座ってこれ一回やってほしい理由とその方法を実践していきます。体をいつまでも健康的に動かすためには足の筋力が大切なのは間違いないんですが、その中でも特に大切になってくる筋肉というのがあります。それはどこなのかというと股関節周りの筋肉になってくるわけなんですね。その中でも特に付け根の筋肉とお尻の筋肉が大切になってくるんですね。実際に足にどれだけ筋力があったとしても股関節がしっかり動かないと力が出ない、思った通りに動かないということになってしまいやすいんですね。そこでまずは股関節の動きに関係してくる筋肉を鍛えることで足全体の筋肉の動きを良くしていくというのが一番効率がいいので、この股関節周りというのを特に意識してほしいんですが、なかなかこの股関節周りというのは意識しないと動かさなくなってしまうことが多いので弱って固まっていきやすい部分になります。なので今からですね、なぜ固まっていきやすいのかということとやってほしいトレーニングを実践していきましょう。はい、ではですね、まず今からなぜここは固まって弱っていきやすいのか、そして日常でやってほしいことをですねお伝えしてからトレーニングやっていきたいんですけれども、ここがですね弱って固まっていってしまうと、足というのはあくまでここが動くことによってこの先が動くようになるので、ここから先をどれだけ鍛えてもここの動きが悪いままだとなかなか思ったように動くようになっていかない、力が入らないということになってしまうわけなんですね。そしてそれを解消するために運動やウォーキング、いろいろあるんですけれども、意外とですねここが動いていない、もしくはここをメインで使っていない、そうなってしまうことが多いです。まあこれは当たり前の話で、人間って意識しやすい筋肉、でかくて大きい動きをする筋肉というのを意識無意識だとしても使うようになります。つまり動くときにですねメインで働いてくる筋肉というのはここから下になりやすい、そして上半身でもここから上になりやすいんですね。つまりここの部分というのはですね、あまり実はウォーキングを頑張ってみたり運動をやっても使っていない部分になりやすいということなんですね。そしてそのまま過ごしていくと、どんどんここが弱って固まってしまい、気づいた頃には結構筋力はあるはずなのに思ったほど力が出ない体になっていっているということがよくあるんですね。なのでまずはですね、ここをしっかり柔軟に動くようにして、そしてしっかり力が発揮できるようにする状態を維持するということが大切になります。なのでそういったウォーキングや運動の他にですね、別でこの運動ですねやってほしいんですけれども、まずその前にですね、生活の中で日々意識してほしいことがですね、ここをしっかり動かす、使うという意識を今日から持つようにしてほしいんですね。日常普通に歩くとき特にやってほしいのが、この股関節の周りを意識してしっかり足を大きく振って歩くようにするということです。これをやってもらうだけで、こっちの足の筋肉を意識してこうやって歩いている人に比べてしっかりここがですね動くようになってくるので、これをやってもらうだけでもここが伸び縮みしてしっかり動くようになっていきます。歩幅を広くするときはですね、大抵でもかかとからつくぐらいですね広げれるようにして日々歩くようにしてください。そしてですね、もう一つやってほしいことなんですけれども、歩いてる時間とですね合わせて人間の多い時間の中にですね座っている時間というのがあります。この時にもですねしっかりこことここをですね意識していってほしいんですね。何をしてほしいのかというとですね、このように座ってください。そして座った時にですね意識してほしいのが、まず大体の人がですね座ってる時はビシッとしなければいけないと思って背中腰とかですねそこにグッと力を入れてこのような姿勢、これをやろうとし、これをやった時にですね力がかかっているのがどこかというと腰から背中のはずです。そして腰から背中の筋肉がぐっと力を入れて縮まってしまっているので、それに引っ張られて実はお尻の筋肉というのもぐっと縮まって硬くなってしまっています。さらにお尻の筋肉というのは体をですね支えるためにも体重で圧がかかるので、これでは二重の意味でですねお尻の筋肉に負担がかかっていることになるんですね。これだとちょっとやりすぎになってしまってお尻の筋肉が鍛えられるところが固まっていきます。お尻の筋肉というのはここがしっかり伸び縮みすることによって足がですね後ろに上がる、そして前に行くときもこれが伸びるおかげで前に行きやすい、こういう働きがあるんですけれども、ここが固まるとこの動きがかなり弱まってしまいます。そしてこの上半身の姿勢を作るときにですねメインで働いてくるのはここの筋肉だけになってしまいますから、座っているときにですねこっちの前側の筋肉というのはほとんど働かなくなってしまいます。つまりこの付け根の前側の筋肉がですね一切使われない状態になるわけですね。ってなってくると、さっき言ったようにこの付け根の前側の筋肉は何も負荷がかかっている
ていないから弱っていく。そしてこっちは負荷がかかりすぎてお尻の筋肉は固まっていくというふうに、この座り方はかなり体にとって良くない座り方になってしまうわけなんですね。そこでやってほしいのが、この座骨、お尻と足の間にあるポコッと出た骨なんですけど、ここにですね体重を乗せて座ってもらったら、この腰から背中の力ですね、思いっきり抜いてください。抜くとここにギュッとかかってた力がなくなるから、ここが緩みます。その結果お尻の筋肉も緩みます。力が抜けるはずです。この状態でお尻にまず柔軟性ができるようになるわけですね。そしてここの力が抜けるわけですから、自然とその分後ろに倒れないように自動的にここに軽く力が入ります。自分で医療しなくても自動的に入ってます。ここに全く力が入ってなかったらこのまま後ろに倒れていきますから、そうならないということは、ここにしっかり力がかかって、ここの筋肉でこの上半身をしっかり支えている状態になれるというわけですね。こうなるとここにはしっかりですね、常にこの上半身を支え続けるという負荷がかかり続けて鍛えられますし、ここはですね力を無駄にかけなくなって、しっかり柔軟性が確保できる。つまりこの座り方をしてもらうだけで、こういったですねしっかり足を動かせる体の土台作りになっていくというわけなんです。特にですね日本人は座ってる時間が長いと言われていますし、年齢が上がってくるほどにこの座ってる時間というのが長くなってくるので、ここでですねどれだけ効率よくこの股関節周りをいい状態にしていけるかということがですね、実は動いてる時間と同じぐらい大切になってくるので、ここの座り方ですね、座骨にしっかり体重を乗せる、そしてこの腰から背中の力を抜く、これだけでこの股関節にいい状態というのが作れるので、ここをですね意識するようにしておいてくださいということですね。こういったところを基本として押さえておいてもらった上でですね、では今からトレーニングをやっていきたいと思います。でこのトレーニングはですね1日1個ずつやっていってもらって構わないです。余裕がある人は一気にやってもらっても構わないですが、これも自分ができるペースにですね合わせてやっていくようにしてください。そして運動ですから痛みがあるとか違和感が出てしまったとかですね、そういった人はやらないようにしておいてください。はい、じゃあ早速やっていきたいんですが、このようにですね椅子に座ってもらってですね、まず最初はですねこの付け根の筋肉を意識した状態で、足をですね内から外にこのように大きく回していきます。これを30秒左右ですね。では今からいきましょう。できるだけですねここを意識して大きく内から外へ回していきます。多少ですね体が動いてもいいですが、あまりこのように大きく動きすぎないようにですね、できるだけコンパクトにですねここだけを動かしていく意識で回していきましょう。はい、OK です。はい、じゃあ次反対ですね、同じようにいきましょう。これもここを意識するのを忘れないようにしてください。どっちの足の力とかですね、できるだけ抜いてここだけで回していきます。じゃあ次はですね、このように椅子にですね少し手をついてもらって、この状態でお尻の穴をですねギュッと狭めるイメージでグッとお尻に力を入れて少し椅子から上げてください。そして座る、これを30秒2セットですね。今からいきましょう。ギュッとお尻を締めて少し体を浮かせてください。はい、じゃあ次2セット目ですね、同じようにいきましょう。
はい、じゃあ次はですね、手のひらで太ももの先の方をグッと真下に押してください。で、このままですね、ずっと真下に力をかけ続けた状態を維持しながら、この付け根の筋肉で足をこのように上げていきます。この時も常に手はですね、下に力をかけ続けてください。これで少し上がるぐらいで構わないです。これをですね、このように30秒繰り返していきます。左右ですね、今からいきましょう。このようにですね、ここの力で足を上げてくる。そして今日は常にですね、下ですね、下方向に力をかけ続けてください。まっすぐですね、真上に足を上げていきましょう。この時にですね、あまり上半身でこういうように上げてこないように気をつけてくださいね。上半身はできるだけそのまま動かさないで、ここの力だけを意識してこのように上げていきます。はい、OK です。はい、じゃあ次反対ですね。同じようにいきましょう。はい、OK です。はい、では今回の動画を参考にして、これからの健康な体づくりに役立っていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。